引山八期引き揃えお旅祭りお旅祭りは石川県小松市で毎年5月の第2金曜日から日曜日の3日間にわたり行われる東京神社と本、折、日吉神社の春季祭礼。引山子供歌舞伎で有名。全国に残る子供歌舞伎の中で全国8カ所に伝承されている引山子供歌舞伎の一つで1951年より、 毎年全八丁のうち、当番制で二丁の引山の上で、地元の子供たちが歌舞伎を演じる。古くは、全町が行っていた。京都の祇園祭りを見た江戸時代初期の加賀藩主、前田俊常が始めたと言われる。関連行事として、全州に1999年から始まった、全国子供歌舞伎フェスティバルイン小松が開催される。 1999年7月23日に、お旅祭りの引山行事として、石川県無形民族文化財に指定されているほか、現存する八期の引山は、1965年11月3日に小松市指定文化財に指定されている。また、小松市は、2015年に、平安の世の歴史物語が息づく、歌舞伎の町、小松として、石川歴史遺産に認定されている。 歌舞伎の舞台となる引山が作られたのは、1766年とも1776年とも、言われ、それぞれ文献が残っているが裏付けがなく、はっきりとわかっていない。現在の引山は、寛永年間以降に作られたもので今でも、改修されながら使われており、中には200年以上の歴史を持つ引山もある。引山は町ごとに引き出され、それぞれ個性があるが、 いずれも石川県特産の金箔と漆で装飾され、他の地方の同様の出汁より、壮麗なのが特徴となっている。引山は、うじ子の手で、支柱を引き回される。引き回されるとき、歌舞伎で使われる、標識と、用意や発寸の掛け声で温度が取られる。町屋の並ぶ小松市の旧市街を、引山が行く様子は、見応えがある。1990年より、 小松市政施行50周年を記念し、祭りの後半、町の広場にすべての引山が一斉に集まり豪華さを競う引山八期引き揃いが行われる。ただ、近年は引山の引き手の人手不足があり、八丁の引山が揃うケースもなくなっている。完成年間には十数期あったが、完成の終わりには八期に減り、1813年には十期に増えたが、 1930年と1932年の大火で、それぞれ一気の引山を消失し、現在は八気である。西町1790年建造。龍介町完成年間頃の建造と言われる。京町1792年建造。中町1798年頃の建造と言われる。寺町1798年頃の建造と言われる。 妖怪地町関西年間頃の建造と言われる。大文字町関西年間頃の建造と言われる。材木町1813年建造。末東町1777年建造。1930年3月28日の京北大化にて消失。東町1807年建造。1932年10月21日の京南大化にて消失。 2013年5月1日、小松市大会地町に開館した引山会館。2階建ての館内1階には、8期ある引山のうち2期を交代で常設展示するほか、町の歴史紹介、引山の歴史や特徴の紹介、引山資料の展示、そこで演じられる子供歌舞伎の紹介、歌舞伎衣装や台本などが展示されている。また稽古や発表会、 展示会などを行える48畳の広さがある18番舞台、という舞台がある。2階には引山を映像で紹介する2階ギャラリー、会議や研修、発表会等の控室など多目的に使用できる20畳のスタジオ歌舞スタジオ歌舞と合わせて使用可能なウム交差時期と壁面ギャラリーがある。なお入館料は無料である。ありがとうございます。